トム・ブラウンは、K- ステージに所属する日本のお笑いコンビ。M-1 グランプリ2018ファイナリスト。略称は、トム・ブラ。高校時代に柔道部の先輩後輩として出会う。道夫が高校を卒業する前に、深川がお笑いに誘ったが、道夫は、プロのスノーボーダーを目指すために、これを断り専門学校に進学。深川は別のコンビを結成し、 札幌でオーディションを受けて合格。札幌吉本所属となる。当初はコンビだったがすぐに解散し、ピン芸人、布川か樹ひろきとして、北海道のローカル番組のテレビラジオの MC として、活動。その一方で、道をも地元のローカル番組に出演する深はの、姿を見て、お笑いに興味を持ち始め、教文13丁目笑い学校を卒業し、 2007年頃からピン芸人として活動するようになる。東京でやってみたいという思いが強くなった深川が、道代がプロスノーボーダーを諦めたと聞いて、お笑いオーディションで再会したのをきっかけに改めて声をかけ、札幌で結成に至る。コンビ名の由来は山田大地の奇跡の登場人物から。公式な結成日は2009年1月12日で、あるが、これより、 前の2008年からバクブロなど札幌のインディーズライブに出演しており、2008年の M-1 グランプリにも出場歴がある。その時は第一声が死にたいでいろな地獄をめぐるというブラックな設定のネタであった。2009年2月に上京。最初はフリーで活動していたが、2010年7月から K ダッシュステージに所属。二人ともに、 浜川、カーン、ハマが率いる、浜谷塾のメンバー。単独ライブは、第6回、第7回を除き、いずれも地元、札幌でも行っている。単独ライブツアーでは、長崎、ギフト大都市圏を少し外した都市を会場に選ぶ。2018年、M-1 グランプリ決勝6位入賞の、功績により、全国区にて地位が確立。立川志く、 松本ひとしらから評価を得る。翌2019年は予選15位で準決勝敗退。敗者復活戦では出番順抽選会の結果、大取りとなる16番目にネタを披露、会場を沸かせるも視聴者投票の結果7位で敗者復活戦敗退となり、2年連続の決勝進出を逃した。ファンの総称は、 トム・ブラウニーであり、2021年3月25日に、インスタグラムでの生配信で投稿された、斉藤匠からのコメントによって決定した。ネタは主に漫才。アクションを大きくし、道夫が好きなホラー的ネタ、一発ギャグを繰り出すといったことが多い。ネタは、道夫が持ってきた設定を二人で話し合いながら、完成させている。最初は、 ツッコミとボケのポジションが逆だったが、この時の道夫のツッコミフレーズは、やかましいわと、なんじゃ、そりゃの二つしかなかったという。ネタの転機となったのは、同じ事務所の先輩の浜カーンの紹介で、あっこにお任せ、に出演して、ネタを披露した時に、和田明子から、面白い、面白くないじゃなくて、わからんと言われたことで、この時に、これはダメだと思って、 それまでの持ちネタを設定から全部考え直したという。なお、結成して間もなかった頃はコントを中心に演じており、この頃は深川が一人でネタを作っていた。ネタは、かつてはデートの練習、クイズ、道をの怪力を生かして、果物をその場で潰して、果汁をボールに入れる、ミキサーなどのコントを行い、一級さん数人と別の誰かが合体する設定の、 一休さんというネタも行っていた。その後、この一休さんと同様に、有名人やアニメキャラを合体させるという設定の合体漫才を多く演じている。合体は何度も失敗に終わって、深川も最初は戸惑うが、徐々に道をに乗せられて、一緒にその気になってしまうという流れで、その中には深川がすっとん境な声を出して、うろたえるような態度をとったり、ダめ。 と言って、道代の頭をつかむように突っ込むという不りがある。突っ込み役の深川が、突っ込みの役割を果たさない、突っ込み不在の漫才とも評されている。そのため、2018年の M-1 グランプリでのキャッチフレーズは、無秩序であった。ネタの冒頭で、道代が怖いことやありえない修正を言った後に、深川が、キャー、と叫んで道代の頭を叩くというつかみがある。 ちょっと何言ってるんですかねいや、どうなってるんですかねとお客さんに呼びかけるようなツッコミは、ナイツ・ハナーが絶賛している。合体漫才の場合、基本的には合体は、無事に完成して終了するが、テレビ番組出演時は時間の関係から完成しない、まま終了させることがあり、その場合は不可が、ダメ。と絶叫して終わる。合体ネタは、アメリカ映画の、 フライからも影響を受けたとといいう、う夢山猿は殺します、という持ちネタがある。この合体ネタを初めてライブにかけた時には、いつもとは空気が違うくらいに受けて、これはいけると、すごい手応えを感じたといい、2017年の M-1 グランプリで準々決勝で敗退した後もこれから1年間、このネタで突き詰めてみることにしたという、道をはこのネタを、 勢いでやってるだけですけどと話していたことがある。ありがとうございます。